上野ゲングラウンドは東京都町田市ののつ伝公園内にある多目的球技場。指定管理者制度に基づきスポーツパークパートナーズ町田が管理運営を行っている。2019年6月以降 FC 町田ゼルビアが練習場として使用している。2005年4月オープン。上野ゲングラウンドはサッカー用として設計されているが少年野球に限り、 野球場としても使用されている。この他、ソフトボール、ラクロス、ターゲットバードゴルフ場としても利用可能である。のつでん公園内には、FC 町田ゼルビアのホームスタジアムである、町田市立陸上競技場などがある。2019年、これまで、おのろ公園内に所在する、人工芝のおのじグラウンドを練習場としてきた、FC 町田ゼルビアであったが、 J1 ライセンス取得に向けて練習場環境整備の協議を進める中、地域のスポーツ環境整備に貢献できるならばと、親会社サイバーエージェントと相談の上、クラブ側が費用を全面負担し、全面回収を行った。予算規模は約2億円。これにより、天然芝と人工芝が融合したハイブリッド芝のピッチに生まれ変わった。二千十九年六月より、 FC 町田ゼルビアは、同じグラウンドと併用する形で、上の原グラウンドでの練習を行っている。フィールドは、天然芝と人工芝が融合したハイブリッド芝。スタンドは、メインスタンドのみで、サッカーは見やすいが、野球観戦時の快適性は考えられていない。また、クラブハウスが付属している。AAB 町田の教育2016資料編。ありがとうございます。